内藤証券投資調査部の高橋です。7110マーケットトゥデイをお送りいたします。本日は、相場概況を、解説した後に、メディシノバの、社長である岩城氏が、こちら、来ていただいております。アメリカから、来ておりまして、この会社の概要ですね、今後の見通し、こういったところの、お話を聞きたいと思っております。まずそれでは本日の日経平均株価ですけれども、22,799円と前日比197円高となりました。米国の株高ですね、それにつれて高くなっております。トピックスの方もプラス、いわゆるジャスダックマザーズですね、こちらの方も大きくプラスとなっております。ドル円の方は111円ですね、円安の方に進みました。でこちらの方は売買代金、売買高、特にこの値上がりですね、今まで先週前半のところは値下がり率非常に多くありました。それが先週末から一転しまして、値上がり1767、値下がり273というふうに相場の空気の方が変わってきております。こちら最後になります。業種別になります。本日の業種別の騰落ですけれども、上位の方、こちらは非鉄金属、石油石炭、電気機器というふうになっております。一方下落ですけれども、産業種でして、空運、海運、山の工業、こういったところとなっております。それでは本日なんですけれども、ゲストは来ていただいております。メディシノバの岩城社長となります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、メディシノバなのですけれども、こちら、ナスダックとジャスダック両方に上場しておる会社となっております。医薬品を、いわゆる開発をしております。で特になんですけれども、この難病のですね、医薬品の開発をしておるといったところで、会社の概要、そして今後の見通しですね、こちらの方を、お聞きしたいと思います。まず、私の方から、会社の概要ですね、こちら、紹介したいと思います。本社の所在なんですけれども、カリフォルニアにあります。で、東京にも、事務所があるということになっております。設立が2000年で、今年で18年ですね。18年になっております。で、医薬品の開発が主な事業です。で、この医薬品の開発、特に注目なのはこの難病ですね。難病の治療薬を、開発するといったところを行っておるといったところですね。それでは、このメディシノバ、どのような医薬品、難病に対する医薬品を開発しているのか、そういったところを、岩城社長にお聞きしたいと思います。はい、メディシノバ2000年に設立されまして、ちょうど18年経ったわけですけれども、私たちの開発しているコンパウンドが、治療法がない難病患者さんをターゲット、あるいは治療法があっても効果が限られているという病気に対する薬を開発しているのが非常に特徴です。で、今日ここにご案内させていただいたのは非常に嬉しく思うんですけど、その理由はきっと私たちの薬がフェーズ2を終了して、それなりにいい結果が出て、次のフェーズ3、まあ、これは最終認可のためのトライアルですけれども、行く準備が整ったということで、ご招待を受けたと理解しております。で、難病の方たち、本当に命に直接関わる病気ですので、何とかしてそれに対する薬を開発してあげたいなと思ってここまで頑張ってきました。具体的なんですけれども、どのような開発を行っているか教えてください。はい、私たち難病って ALS という病気ですね。日本語で言うと側索筋萎縮症という病気なんですけれども、診断されてから2年あるいは4年ぐらいで命を落としてしまう非常に残酷な病気です。この病気に対しても私たちのコンパウンド効果があったということで、次の段階に進み準備と同時に、多発性硬化症、日本の方には非常に珍しい病気なんですけれども、アメリカ、ヨーロッパそれぞれ40万人から50万人いらっしゃる病気です。治療法が限られております。で、特に進行型の多発性硬化症は1個の薬しか認められておりません。で、患者さんは薬のない状態でずっと自分のライフを維持していかなきゃいけない悲しい病気です。それに対する第二相試験も良好な結果が出ました。で、
次の試験の準備をしております。このほか、こちら、MN166 ですね、はい、この他にこの薬は、他にもこの薬物ですとか嗜好、はい、品、こういったところにも、効く可能性があるんですよね。はい、はい、一応依存症という言葉で一目止めにされますけれども、アルコール依存症、薬物依存症、覚醒剤依存症、基本的なメカニズムはみんな同じなんですね。脳細胞、グリア細胞の活性化という状況で、私どもの薬はこの活性化を抑制するということで、全ての治験でポジティブな結果が得られておりますので、この治療法に対する、この病気に対する新しい治療法として注目が集められております。それでは、こちら次なんですけれども、メディシノバモデルというふうにアメリカでも、言われておるという、開発の、方法があるかと思います。例えばですけど、こちらパートナーのところ、非常にこの著名な、大学などが並んでおります。で、特に、こういったところ並んでおる理由、あとまたこの、ニューロネクストですね、はい、どのような組織か、そういったところを、含めた、解説をお願いいたします。はい、私どもの薬は新しいメカニズムがどんどん見つかっておりまして、その新しいメカニズムにのっとって適応症が決められてきました。で、このニューロネクストっていうのはアメリカの国家機関の中で、特別に予算を組みまして、治療法のない薬、病気に対して何とか薬を届けてあげたいということで組織されたものです。ヘッドクォーターはハーバード大学の中のマサチューセッツ総合病院にあります。で、全米の28の医療センターがそこに参加しております。で、それをコントロール束ねているのが NIH アメリカ衛生研究所と呼ばれるところです。で、お金も出しているんです。ですから、こういうふうに公的資金で薬を開発するということが、これをきっかけに、非常にコモンになってきて、でメディシノバモデルと言われる。はい、なるほど。はい、で、私たちは今までそれぞれの疾患に対して日本円で約30億円、まあ、ここに22億円と書いてますけれども、はい、言えないところもあって、トータル30億円ぐらいの、実質的なサポートを受けております。で、13のプロジェクトに対して出てるものですから、はい、会社としては非常に助かりました。なるほど。そうですね、通常ですとその研究員の方ですとか治験、こういった抱えたりですとか、外注するといろいろ方法あるかと思いますけれども、御社の場合はこちらこの、いわゆる効果があると認められたところ、そういったところがこの米国の、NIH ですね、はい、こういったところですが、こういう各、いわゆる医療機関ですとか研究機関、はい、こういったところが、その治験をやっていただけるという、そういう、はい、そうです。ですから治験センターを探す必要もなければ、はい、お金の算段をする必要もなく、はい、私たちは薬とから FDA との認可について責任を持つと、その2つの、パートになって、ですから素晴らしいパートナーシップで現場と、はい、二人三脚できていると。なるほど。はい、思います。これは先進、アメリカは医薬のこの先進国かと思いますけれども、この治験の新しいこのパートナーをつけてとやるといった方法、こちらというのは非常にもう御社がその作り上げたというふうな形、まあ、NIH と一緒になって、あるいは、はい、他の組織と一緒になって作り上げたと、うん、で、それでメディシノバモデルと言われる、はい、ことになりました。なるほど。それは最後一つ戻りまして、先ほど今こちら紹介されたものといいますのはこのフェーズ2ですね、はい、およそなっております。今後こちらフェーズ3の方に行くといったところで、今後そのますますその治験の進展ですね、こちらの方は、期待を持って良いということですか。はい、一応、私たちだけでも開発できるんですけれども、できれば早く患者さんに届けたいということで、パートナーさんと一緒に行うんではないかと今予想されております。なるほど。わかりました。本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。